自らそうだ。俺は何一つ悪くない。何寝てもな。でも若干映ってるね。薄暗く。ごめんすでも。こんだけの上がりがあります。かなり明るくなる。4年前は最新だったんですよ。8年前。今でも現役では使えるけど、こういうとこでやっぱ差が出るなって思うね。あれも、うん、やっぱ暗闇は無理で、新しいな、無理、うん、そういうのが言ったね。そういうとこで差が出るんだなって。あるよ、マック。いらなくない。疲れちゃった。マックシークよかった。マックシーク良かったね。すげえ目がドライアイだった。ここ、あ、こっち右じゃないの。なんかこれ、来たことなくない？この道。なんか来たことあるよ。なんかあるよね。あ、行ったらペペが狭っ。結構狭いな。結構意外といけないね。スピード戻ってくるから怖いな。あっち側は対向車。なんか撮った記憶あるよ。じゃあそれあれじゃないの。それこそ八幡宮行った時、鎌倉の帰りじゃないの。多分また結婚する前。家の中全部セント。あ、これ右行くんだ。清水橋って。おお、ここなんか今ダメだ、凝ってんだな。すげえ冷てえなって気持ちいい。ここ首の、そう。ちょっと手違う。ここ？あ、そう。あ、超凝ってる。硬っ。さすがに。でっかい換気。これ右専用もしかして。あ、右専用だわ、これ。あ、そう。やってないの。やっちまった。やっちまった。そういうわけでもない。今度。どうした？どっちだったの？右専用だった今。あ、全然わかんない。清水橋だ。
めっちゃ疲れた。手作りパン1個30円よりテイクアウト。1個だけでも持ってきてくれるってこと？そう、ただの嫌がらせだよな、1個だけって。それでテイクアウトお願いします。あれね、でも寿司屋行ってカレーしか食わなくて、カレーはそれともしだよ。まあ、カレーか使ってます。あったか、あーちゃったぞ、乗った今。あるか、中央線の立川の方そうじゃない？いや、そうだ。いや、違うな、ここの地名が日野ってなってるから違うかも。じゃあ横浜市の日野だ。ドンキホーテすげえ、すげえドンキだな、なんか万引き多そう。昨日だから違うわ。うん、言ったじゃん。あと1時間以内で帰れんだ。まあね、渋滞してなきゃ。あくびた。これ左行った方がいいのかな。なんで？あ、ギリギリで三車線みたいになる。あ、じゃない。こういう風に。これのこと言ってんじゃない？右でしょ。
鎌倉の帰りだからバッティングするよ。確かにうまいね。だってあそこシーパラとかあそこに飛そうだな、うん、そうだね。あ、そうだね、夢あったもん。対象権じゃなかった、優勝権みたいな。新しくできたのかやつです。なんか夢やんって言ったら夢やんコーデとかってあって、聞いたことない。なんかプリパラ面白かったな。夢川コーデとかだったらあったけど、なんだっけプリマジの次。あ、じゃあプリマジでいいんだ。プリちゃんの後がプリマジになった。なんだよマジ。来た、やっぱそうだよ。これ保土ヶ谷バイパスから入るぞ。2つあるのか、江ノ島の行き方って。寝やがった。はい、江ノ島の行き方って2つあるんだなって。まあね、どっちがいい。いや、まあ順当だったらいいじゃん。まあね、こっちからも行けるけど渋滞しそう、こっちの方が余計に。渋滞もあるけど一番良いよね。何本かありそうですか。鎌倉通んなくちゃいけないから、そこへ。あ、そうね。それ結構お地獄ぞ。いや、ちょっと下道に出るの地獄だ。久々だけど、ちょっとこれだから、登ってるやつだ。
値段じゃなくてね、いや値段も高いでしょうね。だってこんなオーロラシティとかオーロラモールとかなんかやたらオーロラをしてるじゃん。なんだろうね、オーロラシティにオーロラモールなんてすごいね。モールがあるってこと？どういうこと？気になるの。東戸塚駅すげえだろうな、この辺はな。なんか高そうだよね。何個するかな。そういう地区にしようとしてこうなったのかね。
何なんでしょうね。